皆さんこんにちは、ふたまると申します。今回は私がメトロイドドレッドの中で、最も残忍かつ狡猾で、卑怯なボスだと感じている。ロボット超人兵士との戦いを、スキップする方法をお伝えします。今回スキップするこのボスは、他のボス戦の帰り道に、辻斬りのようにいきなり現れて、このゲーム初の2対1で、襲いかかってくるという、初見殺しも甚だしいボスだったため、今回はその恨みを晴らすという意味も込めて、頑張ってシーケンスブレイクを行いました。それではその方法について紹介をさせていただきます。今回スキップが行えるのは、フェイレニアのボス S 級を倒した後、ストームミサイルを使って進んだ後に、いきなり出現するこのロボット超人兵士です。ここは2体同時出現の上、マップも広いので時間もかかるし、めんどくさいし、大変ですよね。そのため、今回のシーケンスブレイクでここをまるっとスキップすることにしましょう。それでは今回の技を実践するのは、先ほどのこの場所、ストームミサイルで仕掛けを解除する箇所です。本来であればここのストームミサイルの仕掛けを突破し、ロボット超人兵士と戦いに行くのですが、実はこの先に出現するロボット超人兵士は、現在の状況ではまだスタンバイしてないです。ここのストームミサイルの仕掛けを解除するなどして正規ルートで先に進んだ時に、初めてあの場所に現れる仕様となっています。そのため任天堂が想定外とされる方法でこの場所を突破できれば、ロボット超人兵士の出現フラグを立てることなく先に進むことが可能です。そしてその方法がこちらになります。決まった決まった。はい、このような形で突破します。今回はいつもの床抜けと少し違い、少々コツのいる抜け方が必要となります。そのため、今回も床抜けの方法がわからない方のために、再度スローで解説させていただきます。まずは床抜けを行うために、シャインスパークをチャージします。このチャージはエミーゾーンから出ないと、溜まりきらないのでエミーゾーン内から走り始めます。メトロイドにはシャインスパークを貯めることができる場所には、必ず意味があるという噂もありますが、ここでシャインスパークを貯められるのは、床抜けができるという意味だったとは気がつきませんでした。話を戻してチャージができたら、ゲートから見て左隅の場所に行きます。そして右のゲートに向かってフラッシュシフトを出し、即座にスライディングを行います。スライディングしたらすぐに左を向き、ゲートに体を埋め込みます。そうしたらすぐにチャージを解放してグラップリングビームを出すのですが、ここで一旦ストップ。他の場所で床抜けをする場合、ここでのグラップリングビームは左上の方向、角度で言えば45度ぐらいの方向に向かって出すのですが、今回はそれよりも上に向かってグラップリングビームを出す必要があります。角度で言えば80度ぐらいでしょう。こちらの方向に出さないと、壁に埋まってゲームオーバーになる確率が跳ね上がります。え？なんでこんな細かいことを知っているのかって？それはもう死にまくったからに決まっているからでしょう。私はこの事実と方角に気がつくまで何十回と死んで体験した実績がありますので、皆さんは私みたいにならないよう、試す際はしっかりと方角を確かめてからシーケンスブレイクを行いましょう。約束だよ。ということで左上80度にグラップリングビームを出した後は、すぐに L ボタンでスライディングを出すと、ご覧のように床を抜けて下の場所に出ることができます。これで任天堂の想定外の方法で先に進むことが可能となりました。この状態でロボット超人兵士の場所に行くと、超人兵士のスタンバイが整っていないため、出てくることなくここの場所を通過することができます。不思議ですね。これであの憎きロボット超人兵士を無視して進むことができました。また先ほどのストームミサイルのゲートも破壊することがなく進むことができるので、どうしてもゲートを破壊したくないっ
ゲート愛好家の方も安心して進むことができますね。ちなみに先ほどの場所を床抜けした後、床抜けができたからといって勝利の舞と言わんばかりにこの場所で遊んでいると悲しいことになります。せっかく床抜けをしたのに通常通りボスと戦うことになります。これは過程となりますが、おそらくロボット超人兵士があそこにスタンバイするかは画像の丸の部分をサムスが通過したかどうか、そこで判断しているのではないかと思われます。そのためゲートを開けていないのにもかかわらずはしゃいでこの場所近くに行った結果、ロボット超人兵士がスタンバイされ通常通りボスと戦うことになってしまったのだと思われます。あーゴミかせー、皆さんも床抜けできたからといってはしゃいでもう一回シーケンスブレイクをやり直すといった人生において無駄でしかない行為を行うことは絶対にないよう、ロボット超人兵士を避けるために床抜けをしたらすぐに先に進むようにしましょう。ちなみにちなみにロボット超人兵士をスキップした後に他の部屋に行った後再度戦いが行える部屋に戻ってくるとどうなるでしょうか。答えはロボット超人兵士と戦うことができるようになります。これでスキップしたけどやっぱり戦いたいというツンデレ気質もしくは優柔不断な方でも安心してこのシーケンスブレイクを行うことができますね。何それ意味わかんない。これを行うと好きなタイミングでこいつらと戦えるので、好きな武装が揃ったタイミングで腕試し感覚でこのボスをぶちのめせます。通常ではいきなり襲いかかってきましたが今度は楽に万全の状態で迎え撃つことができますね。やったぜ。ちなみにちなみにちなみに今回のシーケンスブレイクの後に先ほどのように再度戻ってきてロボット超人兵士と戦う際には通常では侵入できない場所からこのボスとの戦いを始めることができます。これだけであればただ戦いが始まるだけで問題ないのですが、この状態でやられるとどうなるのでしょうか。ここまでは通常通りですが、ここでコンティニューすると入ってきた扉の場所からリスタートになります。しかしこれは少しおかしくて、通常では入ってこれるはずがない場所からボスとの戦いを始めたのにもかかわらずしっかりとそれ用のリスタートポイントが作られていたということになります。つまり今まで私はこの動画の中で何度か任天堂の想定外という言葉を使ってきましたが、これすらも想定されていた可能性があり、もしかしたら任天堂の手のひらの中で踊らされていただけだったのかもしれません。このようなありえない状況も予知してこのゲームは作られていたということが分かったところで、今回の動画は以上となります。当チャンネルではメトロイドドレッドだけでなくポケモンなど他のゲームに関してもシーケンスブレイクやバグ技を紹介していますので、よろしければチャンネル登録または過去の動画を見ていただけると嬉しいです。それではまた。